皆様ごきげんよう。高松菜奈です。この度ですね、イギリスと日本の2拠点生活を始めました。というご報告の動画です。コロナ禍で本当にいろんなことが変化しました。出張授業とか企業研修のですね、キャンセルが相次いで数百万円の赤字になったり、会社が縮小したり、お客さんのね、笑い声が減って、まあ、あの、小さくなった余定だったり、 ま孤独に襲われて私はマッチングアプリを始めたりとかしましたで、まあ、仕事にね全力投球だった私にはとてもあと会社がその時本当にうまくいってたんですよね急成長していたのですごい辛い出来事でしたでそこで改めて幸せって何だろうなとかあのー、そういうことを考えてたんですねでコロナのってから、ね、ほんといろんなこと始めましたで一つ目は自分の心と向き合いましたで ずっと苦手でで言いい訳していた英語をですね中学校1年生レベルから勉強し直して英検3級から挑戦し直しまし直またあとはそうですね、まあ、誰かをこう好きになって傷ついたりとか好きな人と美味しいものを食べに行くの幸せだなということに気づいたりですねあの道端に咲くお花綺麗だなってこうしゃべったりですねあの今までの仕事人間の私から想像ができないようなことをやりました。 あとは YouTube を頑張って、まあ、7政党の党首と対談したいチャンネル登録が12万人になったりとか、まあ、とにかく私の生活が変わったんですねでコロナ前までは本当に2016年に18歳選挙権が導入されて若者と政治の距離を身近にするということだけ本当に考えてきましたお笑いで楽しく学べる出張授業を届けるために本当に夢中でしたお笑い芸人が先生となって 芸人さんの仲間を集めて全国に1年間で数万人の方に「笑って学ぶ SDGs」とか「笑える政治教育賞」っていう授業を届けるようになりましたで1日数時間の睡眠で本当に頑張ってあの自転車操業で慣れない会社経営をずっと頑張ってきましたがその生活は変わりました時間ができたのでその会社経営を見直したりですとか海外事例を勉強し直したりしましたで今ではすっかり当たり前になってしまったリモートの授業やですね ズームででのの企業のオンンライン研修そこで気づきましたリモートだったらいつでもどこでも仕事できるんじゃコロナ禍だからこそ新しい挑戦できるよねコロナ禍で本当に会社の今後どうしようと経営をじっくり考え海外の試験者教育を改めて文献リサーチしましまた日本は政治の授業試験者教育やシティズンシップ教育がヨーロッパに比べてあまり受け入れられていません。気づいたら 競合他社はですね、えー、試験者教育はお金にならなららいからって言ってて撤退してましまた私たちの会社消化損塾だけになっていました日本で政治の授業を根付かせる必要があるとそのためには海外での現場にもっと目を向けたい例えばスウェーデンでは年間30億円若者団体に税金で支援していますイギリスでは市民団体がシチズンシップ教育の教材をたくさん作ったりとかあの先生を支援する組織があります ドイツでは連邦政治教育センターという機関がですね副教材を作って超党派の議員の監査を受ける仕組みがありますフランスでは生徒代表が先生や保護者代表と対等に話す学校管理評議会という議会があります、まあ、これらはほんの一例ですが、まあ、税金を使われていたり政治的中立性を担保する仕組みがあったり、まあ、子どもたちを信じ予算と権限が与えられたり民間でも主権者教育が盛んに行われていたりするんですね。 でこれらの本質的なところをしっかりと学んで日本に馴染む形で輸入して日本の主権者教育をアップデートしたいと考えるようになりましただって私の会社が頼れたら日本で全国規模の主権者教育のやる民間企業がなくなるそれはダメだと思うようになったからですで英語ができないからとか海外の論文や文献ニュースから逃げてきました日本語でしか情報が取れない Google の翻訳や会社の仲間に頼っていました で海外取材の経験はまあ比較的豊富な方だと思うんですけども毎回通訳さんとか英語できる人と一緒に回っていました100歳になっても私このまま70年英語できないというの言い訳するのか勉強しないままなのか私はですね、まあ、政治の授業やですねライフワークにして SDGs の取材そして語学学習のためにイギリスに行くことにしましたで出張授業や企業研修はすごい 依頼がが多いいと少ない時期があるのでそのでシーズンンオフのタイイミングにイギリスに行こうと決意しましまたでこのタイミングでもその日本での仕事はリモートでねしかもできますし、まあ、売り上げを落とさずに行けるんじゃないかと考えるようになりましたで消化損塾の中でも本当にいろいろ相談していろ、まあ、んな意見が出ましたが最終的には仲間があの背中を押してくれました。 時差のためね会議とか取材時間調整してもらうとか社内だけではなくて仕事相手にも非常に迷惑をかけましたでもいろんな方が理解して応援してくださって日本とイギリスでの2拠点生活というものがスタートしましたで皆さん本当にご報告遅くなってすみません、えー、コロナだからやっぱ海外に行って炎上したら嫌だなとか この生活うまくいかなかったらどうしようとか取材の成果出なかったら1年間経っても英語喋れなかったら恥ずかしいなとかもういろんなね自分の中のなんか小さなプライドみたいなのが混ざってあの心の整理がででききずお伝えできま,せんでしたまたオンラインとはいえ自分の仕事を結構してたので時間的に余裕もなくて報告が遅くなってしまいました。 こうして調整してなんとか去年の末から年末から2月までイギリスに行きまして取材をして語学学校にも通い始めたりしました。まだ正直全全然然しれれないし何言ってるか全然聞き取れませんだけど該当インタビューで声かけてつたない英語で取材してなぜ皆さんを選挙に行くのかとか日本の選挙に行かない若者に何を伝えたいのかそういうメッセージをもらっています。 松下村塾のメンバーに助けてもらいながら英語で取材依頼を出したりとか少しずつ取材先から OK が出ていますでイギリスにいる日本人の方への取材や BBC の報じ方などを通して日本にいる時よりも視野が広くなりました、まあ、英語を聞くだけで昔は拒否反応を示したのに今は英検の12級まで一応取ってあの今2級の勉強をですね日本にいる間に取れたらいいなと思っています ね、日本での仕事もあるから、もう数ヶ月ごとにこう往復するような生活になります。講演会などが少なくなるシーズンオフの時期にイギリスに行こうと今思っています。今年の7月には参議院選挙もあり、そこに向けた自治体連携なども強化する予定です。その時期は日本にいます。だから1年間でどこまでできるかっていうのは正直わかんないです。でもコロナ禍だからこそ、リモートが前提になる社会だからこそ、新たな挑戦ができました。 慶応の,、ね、あの大学の非常勤講師も務めていましたがこの中だから、まあ、全部ズームでの授業だったので、あのー、イギリスでそういう授業をしたりとか、まあ、企業研修出張授業社内の,あの会議もオンラインでこなして番組出演生放送などもしていました、まあ、結果的に視野がぐんと広がりました例えばウクライナ問題について、まあ、いろんな国の人と意見交換することができましたイギリスは本当多国籍の国です 大学に取材に行っても当たり前のようにいろんな国の人がいます。この短期間でも日本が世界からどう見られているのか、日本の何が遅れているのか、逆に日本の何がいいのかなどを知ることができました。OECD ではエージェンシー教育に力を入れていることを知りました。これは社会を変える教育ですね。 子供に付けようを回さない、そのために行動しようと私はずっと言ってきました。SDGs とは社会を変える17個の目標であり、変えるってことが大事なんです。まあ、そこが軽視されています。日本の政治教育の最大の問題点は社会を変えた成功体験がないこと。ずっとそう言ってきた私にとって、今ヨーロッパが持っている危機感と自分が感じていることが変革する力、そういうところを重視する点で似ていることを知りました。 そしてそもそもイギリスでは自分の意見を表明することが重視を視されているためそれができてない日本ではいくら市民教育の上辺の分だけを輸入してもダメだということにも気づきましたジャーナリズムや試験者教育っていうのは本当に1年で耐性するものではありませんずっと種をまいて大事に育てて花開くことが大事だと思っていますだから少しずつ少しずつ力を蓄えますのであのゆっくりと見守っていただきたいです あのイギリスには私たちのような主権者教育になる団体本当にたくさんあります、まあ、チャリティー寄付文化などによって成り立っています是非私の活動にもご支援いただけると嬉しい限りですサポーター制度というのをやってましてあの単発でのご支援もいただけますし月額サポーターも、えー、募集しています是非継続的なサポーターの方待っていただけると私たちの活動が持続可能になるので是非あの,ぜひあの ご支援いただけると嬉しい限りですいただいたお金はですね、えっと、今後の YouTube 番組の制作費や出張事業に関わる経費に使わせていただく予定です今回のイギリスでの、えー、交通費とか現地でかかるお金は基本的に自腹の予定ですもしかしたら編集費とかは少し、えっと、会社の経費を使う可能性もありますが基本的には取材、えー、のお費は自分の負担の予定です 是非こんなところに取材してほしいというリクエストとかもいただけたら嬉しいです4月にまたイギリスに取材に行きますでえっと567月はあの日本に戻って8月以降また日本での仕事の様子を見ながらイギリスに行ってヨーロッパ各国にも取材を広げたいと考えています取材の方も少しずつお引き受けいただいていますがあの 苦戦しているので現地の教育現場とおつながりのある方などお力添えいただける方いましたらご連絡いただけますと幸いです、えー、私の決断を応援してくれた昭和村塾の仲間のおかげで一歩踏み出すことができました取材もたくさんの方にご協力いただいて改めてたくさんの人との出会いと感謝に,出会いに感謝しております本当に出会いには私は恵まれて人に恵まれているなと感じていますイギリスでの えー、プライベートもねあの観光とかも行きたいなと思ってますのであのー、まあ今までプライベート犠牲にしてきた分そういうのもしっかりと心の余裕も持って、えー、メリハリつけて仕事をまた頑張るようにしたいなと思いますのでそういう様子とかもね SNS とかで発信できたらと思っています。よよろしししくお願いいまますありがとうございましたござたきん